パディントン駅の駅時計鉄道時間とは、標準時に先駆けて、鉄道の運行のために導入された、標準化された時間に関する取り決めである。1840年11月に、イギリスのグレートウェスタン鉄道によって、初めて適用された。いくつかの異なる地方平均時を同期して、単一の標準時が適用されたのは、記録に残る中では、これが最初である。 その後の2.3年の間に、イギリスのすべての列車の運行ダイヤや駅時計は、ロンドンの地方平均時に合わせられた。これは、クリニジの王立天文台で設定された時刻であり、クリニジ平均時としてすでに広く知られていたものである。1850年代の北アメリカ、1860年頃のインド、そしてイギリス以外のヨーロッパにおける鉄道網の発達は、 標準時の導入を促した。それは地理学、産業の発展、政治的統治にも影響を受けたものである。鉄道時間の導入の背景にある主な目標は二つある。一つは鉄道網が拡大するにつれ、沿線の街や駅ごとに不統一な地方時間に基づいて列車を停止させることにより引き起こされる混乱を。 克服すること、もう一つは列車の本数が増えるにつれ増加した事故やニアミスの発生を減らすことであった。鉄道会社はしばしば公的な時間をロンドン時間に合わせることを拒否する地元の人々からの抵抗にあった。その結果、街の時計と駅の時計で異なる時刻が表示され、出版された列車の時刻表は他の時計と数分異なるという事態となった。 このような初期の抵抗にもかかわらず、鉄道時間はイギリス全体の暗黙の時間として急速に採用されるようになった。しかし、イギリス政府が単一の標準時を設定し、イギリス全体を一つの時間帯に設定する法律を制定したのは1880年になってからである。現代の評論家の中には、日々の生活における より高い精度と時間原始の症例に鉄道時間が影響を与えたことを指摘する者もいる。18世紀後半までは通常、それぞれの町で日時計によって時間を決定していた。日時計で決定される太陽時は太陽の見た目の位置を基準にして計算される。太陽の見かけの運動速度は季節によって変わるため、時間の長さが季節によって変動することになり、 日々の使用には不適切になっていた。一時差を排除し、平均的に動く仮想の太陽をとにした平均太陽時の導入により、常に一定の間隔の時間が定義できるようになった。これを地方平均時という。地方平均時は軽度によって時刻の正確な補正が可能になった。このような新しく発見された時間の精度をもってしても、 別の問題を克服することはできなかった。それは近隣の町との地方時の違いである。イギリスでは地方時はロンドンの地方時と比べて最大で20分異なっていた。例えば、オックスフォードの時間はクリニッジの時間より5分、リーズの時間は6分、カーンホースの時間は11分、バローの時間は13分遅い。インドや北、アメリカでは これらの差は60分以上になる可能性がある。時差の表を掲載した年間が出版され、地方時の違いを計算して日時計を補正する方法も掲載された。鉄道の登場以前には、町から町への移動には数時間から数日かかり、このような時刻の違いは時計の針をその都度調整することで対処できた。イギリスでは、 乗用馬車の会社は乗客に対し時計の修正のスケジュールを発表していた。しかし、それまでの交通機関と比べて高速で移動する鉄道の運行においては、この地方時の違いは大きな問題となった。例えば、リーズの時間はロンドンから6分遅れていたが、ブリストルは10分遅れていた。逆にノリッチのような東の街では、日の出はロンドンより数分早かった。 すぐに、そのような小さな時間の違いでさえも混乱を引き起こし、さらには事故の原因となることが明らかとなった。電信は19世紀初頭に発明され、ウィリアム・ホザー・ギルクックとチャールズ・ホイートストンによって改良され、1839年にグレート・ウェスタン鉄道の短い区間に設置された。1852年までにグリニチに設置された新たな電磁儀式時計が、 最初は、ルイシャム駅に、それに続いて、すぐにロンドンブリッジ駅に、電信で接続された。その時計はまた、ロンドン市にある、エレクトリックタイムカンパニーの中央電信局を、介して、鉄道電信毛添いの他の駅にも接続され、時報の送信が可能となった。1855年までに、グリニッジからの時報は、鉄道沿いの電信線を介して、 イギリス全土に送られるようになった。この技術はインドでも鉄道の時刻を合わせるために使われていた。二つの分針がついたブリストルの時計電信の登場以前は駅長が鉄道会社から提供された表を使用し地方時をロンドン時間に換算して駅時計を調整していた。その後列車の車掌が各自のクロノメーターを駅時計に合わせていた。鉄道時間の導入は 直接的ではなかったが、最終的には速やかに終わった。1840年11月、グレートウエスタン鉄道が、クリニージ平均時に基づいた時刻表を標準化した。鉄道における時間の標準化を特にだ高に指示した者の一人として、リバプールマンチェスター鉄道の初期間のヘンリー・ブースがいる。彼は、1846年1月までに、 リバプール駅とマンチェスター駅の時計をクリニッジ平均時に合わせることを命じた。ミッドランド鉄道は1846年1月1日にすべての駅でロンドン時間を採用した。その結果、1846年2月、沿線のノッティンガムの町議会は、町の時計に地方時用と鉄道時間用の2つの分針をつけるよう命令した。 1847年9月22日、鉄道会社間の収入分配を調整するために、その5年前に設立されていた、鉄道運賃交換所は、ロンドン郵便本局の許可が降りれば、GMT をすぐに、すべての駅で採用すると布告した。1847年12月1日に、ロンドンノースウェイスタン鉄道とカレドニア鉄道が、GMT に乗り換えた。 ブラッドショーガイドによれば、1848年1月までに、ロンドンサウスウエスタン鉄道、ミッドランド鉄道、チェスターバーケンヘッド鉄道、ランカスターカーライル鉄道、イーストランカシャー鉄道、ヨークノースミッドランド鉄道が、ロンドン時間を採用した。1855年までに98%の町や都市が GMT に移行したと伝えられている。 その一方で、すべての鉄道会社が GMT による時計を公共の建物に並べることについて、激しい抵抗なしに地方の名刺を説得できたわけではなかった。1844年までに、ブリストルエクセター鉄道は、ロンドン時間に移行していたが、エクセターとブリストルの公衆時計は、地方時を表示しており、第二の分身で、ロンドン時間を表示していた。 エクセターにおけるこの状況はエクセター大聖堂の長が鉄道会社の要求に応えようとしなかったために起こった。大聖堂の時計は町の主要な時計である。同様に1822年に設置されたブリストル取引所の時計には間もなく第二の分針が追加された。ブリストルは1852年9月まで鉄道時間を単独で使用することを認めなかった。 バース、デボンポート、プリマスなどのイングランド西部地方の町で、鉄道時間が唯一の認められた時間となるには、電信が到達するまで、あと8年待たなければならなかった。鉄道時間の導入に反対した町である、オックスフォードでは、クライストチャーチのトムタワーの大時計に2つの噴身がついている。1880年8月2日、 法令法1880アクト1880が交付され、初めてイギリス全体の統一された標準時が法的地位を獲得した。アメリカ合衆国で鉄道の時刻の取り扱いの変更のきっかけとなった事故の一つは、1853年8月にニューイングランドで発生したものである。同じ軌道上で対抗する二つの列車の車掌が、 各自の時計に異なる時刻を設定していたため、列車が衝突し、14人の乗客が死亡した。この事故の直後、ニューイングランドでは、鉄道ダイヤが調整されることになった。他にも多くの衝突事故が起きたため、一般時刻協議会が設立された。これは、鉄道会社間で、鉄道ダイヤについての同意を得るための委員会であった。1870年、チャールズ・カイダウドは、 鉄道や政府当局とは関係を持っていなかったが、鉄道のための国内時間システムを提案した。これは鉄道用には単一の時間を使用し、各庁では地方時を使い続けるというものであった。これは鉄道経営者には好まれなかったが、1881年に彼らは一般時刻協議会の事務局長で旅行者のための鉄道公式ガイドの編集長の ウィリアム・フレデリック・アレンが調査したアイデアに同意した。彼は50の異なる時間帯を5つの時間帯に置き換えることを提案した。彼は最終的に鉄道の時刻と都市の時刻を合わせるという彼のより簡単な提案を迅速に採用することが彼らの利益になると鉄道経営者や鉄道駅のある市の政治家に説得することに成功した。こうすることで 彼らは異なる州の議会議員や海軍当局によるより厄介な調停を回避したのである。最後まで多くの小さな町や都市が鉄道時間を課すことに反対意見を表明した。例えばインディアナポリスでは1883年11月17日の日韓センチネルの記事によれば人々が鉄道時間によって食事し、睡眠し、労働し、 結婚することを余儀なくされるとして抗議した。しかし、ほぼすべての鉄道会社、ほとんどの都市、そしてエールやハーバードなどの影響力のある天文台の指示を受けて、1883年11月18日、正午から鉄道時間が導入された。この同意は1918年に連邦政府の法律に組み込まれた。フランスは1891年に国内標準時として、 パリ平均時を採用した。また、乗客が遅れても列車に間に合うようにするため、鉄道駅内の時計と列車の時刻表を5分遅らせることも要求した。しかし、駅の外壁の時計はパリ平均時を表示していた。1911年、フランスはパリ平均時を9分21秒遅らせた。これは、クリニージ平均時に合わせたのであるが、 クリニッジという言葉には言及しなかった。合わせて駅の時計を5分遅らせる規定も撤廃した。ドイツでは1870年代に時間の標準化が議論され始めた。1874年、北ドイツの鉄道はすでにベルリン時間に統一されていた。全国的な導入は1893年4月1日に、 ドイツ帝国で制定された一様な時間の計算の導入についてという法律によってであった。この法律によりすべての鉄道が統一された鉄道時間によって運行し社会、産業及び市民活動のあらゆる側面で時刻が厳密に規定されることとなった。イタリアは百六十六年十二月十二日に新たな統一国家となったがその冬の初めからトリノ ベローナ、フィレンツェ、ローマ、ナポリ、パレルモを中心とする鉄道の時刻がローマ時間に同期された。ローマは1870年まで実質的にフランス軍の支配下にあったが、未だにイタリアの中心とみなされていた。単一の鉄道時間の採用に加え、民生及び商用目的の時刻の前進的な標準化があった。ミラノはすぐに採用し、 1867年1月1日にトリノ・とボローニャ1880年5月1日にベネツヤ1886年にカリアリが採用した。当時の政治感情を反映してアイルランドとフランスはクリニッジ平均時を正式には採用しなかった。ダブリン平均時はロンドン時間より25分遅く設定されていたが1916年10月の 夏時間終了時に国際標準時間に移行した。すなわち、アイルランドのほとんどの鉄道時計は、この日に1時間ではなく35分の調整をしたので、ある。また、ベルファストや番号などのアルスターの駅では、鉄道用のダブリン平均時のほか、グリニッジより23分39秒、遅いベルファスト平均時も、時計版に表示されていた。 オランダの鉄道の時刻は GMT に基づいていたが、1909年に国内の標準時間として GMT より19分、進んだアムステルダム時間が採用され、鉄道もそれに従った。1940年にオランダがナチスに占領され、ドイツ時間への移行が要求された。これが現在に至るまで標準となっている。スウェーデンでは、 私鉄による鉄道はいくつか建設されたが、公営鉄道の建設は他のヨーロッパ諸国よりも遅かった。それは建設コストへの懸念と商船会社からの強い抵抗があったためである。1862年に開業したストックホルムとヨーテボリの間の幹線鉄道路線で鉄道時間が導入された。時刻表は路線の最西端のヨーテボリでの地方時に基づいていた。 その結果、乗客がその地域での地方時の時間通りに駅に着いても列車が到着する前ということになる。多くの私鉄は地方時かその会社独自の鉄道時間に従って運行していた。1879年1月1日、スウェーデン全土に全国標準時が導入されたが、これはクリニッジ平均時より1時間早いものだった。 ロシアでは2017年まで標準時とは別の鉄道時間を使用しており、ロシア鉄道の時刻表や切符に記載される時刻は現地時間ではなくモスクワ時間に基づいていた。しかし2018年8月1日にこれを廃止し、その地域の標準時を使用するようになった。インドの鉄道でもイギリスと同様、ボンベイ、カルカッタ、ラホール、 マドラスから急速に延伸する鉄道に沿って異なる時間を使っており、その問題に取り組む必要が出てきた。1860年代の終わり頃になると、それぞれの鉄道が接続されるようになり、さらに混乱するようになった。1870年、問題の解決のためにマドラス時間を全ての鉄道に採用することが決定された。これは、 マドラスの軽度が軽かったとボンベイの間のほぼ中間にあることとマドラスにある天文台がすでに電信サービスを開始しており1852年にイギリスで最初に使用されたのと同じ時報システムを介して鉄道時間を同期させることができたからである。マドラス時間はニューマンのインドのブラッドショー時刻表で使用されたことにより普及した。しかし鉄道時間が 全国的に急速に採用され、それが後に標準時に発展していったイギリスとは異なり、インドでは国土がはるかに広いことと、ボンベイとカルカッタで自治を享受したことにより、どちらの主張も20世紀に入っても地方時を維持している。19世紀の残りの期間を通して、マドラス時間はすべての鉄道によって使用され続けた。1884年以降、 少なくとも一つの四五線を基準とするインドの標準時が何度か提案されたが、強引に達することはできなかった。1906年にようやく、イラー・ハーバードの四五線を基準とする標準時が導入され、鉄道はこれに従った。それにもかかわらず、カルカッタは1948年まで地方時を公式に使用し、ボンベイでも1955年まで非公式に、 地方時を使用し続けた。1904年、京府鉄道は朝鮮の伝統的な時間ではなく日本の中央標準時を導入した。1908年、京府鉄道は朝鮮標準時を採用した。鉄道時間の導入には論争がなかったわけではない。当時の芸術家によりその様子が記録されている。ありがとうございます。